ゼルダゲームチャンネルへようこそ。今回も 2D ゼルダライクゲームのオーシャンズハートの続きをプレイしていきたいと思います。さあ、洞窟探検だね。まあ、やっと親父の手がかりというかアジトの話とかも出てきて、地下墓地から砂時計団取りで行くっていうことなので、このまま砂時計団のところに行きたいと思います。そろそろ正体が見れるんじゃないかなっていうところだね。うわ、なんか嫌な感じするなぁ。骸骨置いてあって、いやー、それ無理やろそれは無理やろ、その距離は。で、骨、アンデッドの骨を見つけた。生きる屍、それで生きてるのか、それとも死んでるのか、生きる屍として生まれたのか、疑問は尽きない。そんな哲学的な話になるの。うい、抜けて、はい、ゲット。で、落ちて。ただね、落とすだけだと、素材手に入んないからね、こうやってね、考えもんだよね。素材を取るかも、倒すのを優先するかみたいなね。ほら、いないね。めっちゃだってゼロ距離で攻撃してくるんやもん。ああ、4つか。左上は鍵の部屋だったね。それにしても暗いな。はい、戻ってきました。いや、あのね、明るさ変えれるかなと思って見たんだけど、全く変えれなかったんで、残念ながらね。めちゃくちゃ暗いよね。ほい、まあただ武器が強化されてるんで、こちらとしてはもう余裕余裕。ここなんかあるね。ほら、いい。私、いい、痛い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 。痛いだけ。ただただ痛いだけ。ああ、さっきたまたま回避成功しなかったんだ。見えない。あー、ギー。これでいける。あー、じゃあ左上の鍵の部屋がいけるようになったってことか。で、じゃあ右は、うわー、魔法使いいた。もう入った瞬間いる前提で切ってるから、ね、マジでいないね。よし、オッケー、ここも通って、なんかいる。うわあ、盾、しゃ、あー、その盾くれないの。え、めちゃくちゃ盾強くない？あ、鍵だめっちゃ鍵手に入る。ってことは鍵3つぐらい集めないといけないか、部屋の数的にね。いやー、この雷の魔法覚えててよかったわ。あ、やだ。え、矢が手に入ってことは弓出てくるの？とうとう？いいの？あ、でもストックわかんねえ。ストックがわからん。これいきなり石像動くとかなしだよ。危ない、ばばば。あー、でもこれ矢いるね。え？え、嫌なんてないよ。はあ。じゃあ、こっちは後回しってことか。あ、上なんか落ちてくるね。あ、スライムだ。宝が2つ。ほい。はい。はい。ソルトキャンドルを手に入れた。投げると燃えて爆発しながら飛んでいき、敵にダメージを。やばい。50クラウン。50クラウン金色なんだね。
へえ。あ、なんかいるわ。消えかかった文字がある。海王がオーシャンを意のままに操っている間、彼に殺された魂は。操作ミスったこれ絶対嫌だよね。回復食か。あれ下扉ない、あれ、あー、あれは上の方から行けるやつか。あー出たねー、見て。あのねー、方向が定まらんのが一番大変。10、シャッキシャキシャキシャキ、これは弓でしょ。やったね。弓を見つけた。一位の木から作られたものだ。装備すれば矢を放つことができる。矢がなくなったら魔力を全部消費することで魔法の矢。いやもうこりゃこうでしょう。あれあれで下が開くって感じか。なるほど。左の方あったよね、なんかね。あったあった。問題はどんくらい強いのかよ。なかなか強かったね。痛いなぁ。マジで。痛い。うわー、コウモリも倒すの大変。あ、でもこの反射の魔法もさ、なんかダメージ与えれたっぽいからうまく使っていきたいね。これは右上かな。そうだね、ここを攻略していく感じだね。ほい、イエーイ。いいね、こういうのいいね。まあボス戦だろうけどね。よし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 。あーあー、なるほど。倒しやす、まあまあまあ魔法で倒したいのはあるけどね。あぎいて、いた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 、いて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 、これはこっちか。見えてない可能性のがあるんだけどね、みんなにはね。やばいなぁ。ずっと暗いんよ。け、これでオッケーかな。よし。それは乗せてよ。それは。はあ、マジか。最悪じゃん。あ、滑るんだ。いや、きついな。滑るのきついな。
大丈夫かな。いや、あれ絶対先にやってた方がいいな。あー、そうなっちゃう？これは何が変わるのかっていう話だよね。そしたら行けた。あ、ふむ。で、行けたと。あれ、上はもう、これで終わりか。そうだね。あら、扉が開いてなかったのかな？もしかしたらね。降りれた。ああ、中へ入ろう。いてぇ。ジョンさん、いきなり、来ないって、おぶれ。この音が。おお、やばい。え、何？ゾンビ、キングゾンビかなんかそんな感じ？やった、ハートだ。いやー、無事クリアーになるのかな？無事クリアっぽいね。あー、で、ここに繋がるんだ。普通に、爆発すごかったけど。じゃあ、お邪魔しまーす。ついに見つけたわ、タイム船長。私の名前はティリア、ライムストーン島から来たわ。おお、そうか、ライムストーン島から来るのはトラブルだけだ。6ヶ月前、黒ひげの命令で島を襲った件だろ。あなたたちは村に火を放ち、私の友達を誘拐した。ヘイゼロはどこ？悪いが、俺は海賊評議会の一員でな、黒ひげが招集した船長の一団だ。奴の命令で俺たちは古い祠を散策していると。魔法のお守りを探していたが、最終的には逃避峠で見つかってな。それがお前の島を訪れた理由だ。お守りを黒ひげに送った直後、ライムストーン島からとある男がやってきてな。お前と同じ花をしていたが、お前の父親か？俺たち全員で叩きのめして、そのヘーゼルって少女を助け出した。あ、その後、仲間は俺の元を去っていった。ああ、じゃあ一応助けてくれたんだ、ヘーゼルは。ああ、働くのはもううんざりだと言ってな。正直俺も同じ気持ちだった。それで海賊業から足を洗い、黒ひげ見つけられないように、ここに隠れてると。ああ、じゃあ、たまたま探してたやつが、同じ海賊だったってことかな。お前に教えてる。ヘーゼルとお前の親父はオークヘイブン島に向かった。理由はわからないが、そこで見つかるかもな。本当に黒ひげのために村を襲ったことを後悔してるの？絶対にあんたと戦うことになると思ってたけど。俺はお前の親父に大敗した。もう戦うことはできないだろう。それがもう一つの理由だ。黒ひげのオーシャンズハートを探しに協力しなければ、奴のために働くクルーだっていなくなる。そうなれば深海のモンスターと戦うことだって。深海のモンスター？バブリロ、その顔は見たくなかったぜ。黒ひげに俺を殺せ言われたんだろう。まさか挨拶だけして帰る気か？まさか帰るのは幼児が住んでからだ。うわぁ！お前もタイムの位置を取りに来たのかな？なら悪かったな。だが奴の居場所を突き止めるとは大したものだ。その実力を海賊評議会のために使いたければ、俺に会いに来い。あー。問答無用で一撃だったな。しっかりして、父さんにヘーゼルと近づいてきてるわと。向かった先は判明した。なんとしてもオークヘイブン行かないと。あの海賊ともとは関わりたくないけど、父さんみたいに立派な平和宣伝員になりたいなら、あいつらを避けて通ることはできないと。とりあえず行くと前へと。後悔の念ね。図表を見つけた。爆弾やらしきものを設計図のようだ。複雑すぎて理解できないが、専門家なら作ることはできるかもしれない。ほう。落ちるんかい落ちるんかい。せっかく爆弾や手に入れたのに。あー、キングタウン、キングダウンね。次、オークヘイブンだって行くところ。一応、北西部にあるらしいね。探してみようか。
弓を使って行けそうなところがあったので、ここから行ってみたいと思います。なんかね、大きな影も追ってきてるから不安ではあるんだけどね。うわー、なんか落としてきた。ほいほいほい、やばいやばいやばい、落とし物ばっかり。お、なんか開けたね。マップ見ると、あー、無事新しいところに来れたみたいだね。フォークヘイブン左だって。よし、行こう。なんか新手の敵出てきたね。こうなると、こんな感じかな。これ何ん？カチってなったけど、うん、何何何、なんか解放できた。あ、でもなんか岩にマークがあったから、それっぽい感じだね。どうも。畑の周りの立石見たっけ？近寄らねえ方がいい。一体誰が何のために終えたのか誰も知らねえ。大昔のことだからな。実は立石の周りを掘ったら石板を見つけてよ。家に持って帰ってきたんだ。飾ろうと思ってな。それ以来畑の真ん中にある墓に近づくのはおっかなくてな。理由わからねえ。石板のせいかもな。だけど、今も家に飾ってるんだ。かっけえ旅人さんみたいだからよ。ああ。あ、これ？マカの弟が呪いの石を掘り起こして元に戻さねえんだ。立石にいたずらすっとバチ当たる。畑にある墓にも嫌。全部だ。あー、ってことは、いたずらしよう。強すぎね。ババ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 バ危な。あ、サンゴの鉱石だ。これで剣の火力上げれるね。ライフ2でも怪しいもんな。やばばば。痛い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 。ノックバックしない敵一番厄介かもしれんな。全部の石にいたずらしに行くぞ。でも全部あれなんだね、呪いの石になってるんだね。ここはなし。もっと上かな。これなんか飽きそうだね、雰囲気的に。いって、あ、必ず落ちるってわけではないんだね。これだけダメだ。おう、あら、これだけダメだね。いたずらか。まあでも、いたずらしようにもって感じだよね。なんか解放条件が実はあるのかな？ね、そうかもしれないね。まあ、とりあえず、
ち抜けて森だね。今どこ、オークヘイブン着いたね。はははオークヘイブンの港らしい。着いた感はないけど、お着いた。急に雰囲気変わったな。サンクサーとここ通りたいのか。合言葉言えちゃんとした合言葉言えよって話だったね。ちょっとアイテムだけ買ってこようかな。買いに行ってみたんだけど、なんか武器とかはないみたいなんで、上の方に行ってみたいと思います。あ、普通に着いた。オークヘイブンだって。いや、いい、見覚えのある顔だ。どっかで見たことあるぞ。あ、気になるな。さあね、私は解決できない問題だわ。思い出した。君はライブストーン島の酒場で働いてるね。ほうほう。去年仕事でゼファー帝国に行った時、何度か立ち寄ったんだ。ライムストーン出身の女の子がこの2ヶ月で2人もここにやってくるなんて面白いな。もう一人いるの？黒髪の子だよ。名前はヘイゼルだっけな。市場で会ったんだ。彼女は魚を飼っていったよ。私は記憶力がいいからね。その魚屋さんから話を聞いてみる。魚屋さん。その人かな？マングローブの葉。ああ、カモミソの古代マングローム原生林が取れたばかりだよと。ああ、さっき言ったところか。でも質問があるわ。友達のヘイゼルを探してるの。あなたは彼女を知ってると聞いたんだけど。ヘイゼルか。少し前に町にやってきて、うちの食料品を買ってくれたよ。今、角ごけそうに泊まってるはずさ。おお。いや、彼女は一人で町に来ているはずだ。町の北西の角角にある角ごけそうに行って確認してみたらどうかな。一人か。剣、今剣は4、防具が5。あー、あげよう。まあ、防御力これで6で、ちょっとはマシになったって感じかな。のぼけそう。ここなんか食料か。勝ってしまった。そんなつもりなかったんだけどな。勢いで勝っちゃった。大工、なんか端っこって言ってたよね。どこまで端っこなんだろうね。話しに来た。ここは角がけそう。当たってた、当たってた。部屋じゃなくて人探してるの。友達のヘイゼルはここに泊まっているはずなんだけど、彼女を見なかった。もちろんさ、でも今は外出中だね。彼女にメッセージ伝えておこうか。結構よ、彼女を見つけたいの。海を越えているはず、はるばる探しに来たから、彼女の部屋を調べて手がかり探すわ。ちょっと客の部屋に勝手に入らないでくれ。じゃあ、やべさせてもらうから。彼女の部屋は2階。南西の角にある。泥棒に立ち向かう根性って僕にはないよ。泥棒じゃないよ。彼女は私の親友で、ただ、まあいいわ。まあ事情を説明してる感じではないってことかな。こっちじゃない。花飾りしてあるね。この図書館の方にメモ書きを残してる。オーシャンの寺院は海の中心にある。王は海ともに海へ行こうとした。お守りを預けた。何のお守り？なぜ図書館の方に詳細が記されてないのか。何かが足りないのか。これで図書館。図書館か。次図書館なのか。図書館なんてあった。図書館ね。話せれない。宮殿か。宮殿にはないだろうな。
あ、図書館だ。このまま？でも図書館にしたら随分すごいね。友達のヘイゼルを探しているの。きっとここへよく来てるはずだわ。ヘイゼルか。ああ、彼女じゃない、いつもいるよ。大変な研究をしているそうね。ニューアン王国のことに関して、私も調査を協力しているんだ。ただ問題がある王国に関する本を何冊か見つけたが、重要な文献は全て全町長によって図書館から抜き取られているんだ。ああ。アルジャザーリがオークヘイブンを去ってカラストリデに行った時期だ。とにかくここ数日ヘイゼルに会っていない。研究ノートそのままいいと伝えてある。右ね、はい。なんで町長もそれ取ってるんだろうね。これかな、違うな、ここでもない。なんだこの道。ああ、なんかここっぽい。あは、ヘイゼルの手書きのようだ。どれどれ。夕食用の野菜を買う。ニューアン宝石を調べる。こちらのスペアミントを集める。オークヘイブン港で泥棒に会う。港に行ってんだ。ああ。じゃあ港に行こうかな。お、黒ひげ。見覚えのある顔だな。そこをどけ、娘よ。私は宝の地図を解読しなければならないんだ。お、通れる。え、急に急に攻撃してくる。もう助けてくれ。海賊に襲われているんだ。いて、ほら、ドン、ドン、よし、ゲイ。海賊を渡せ要求してきたんだ。あ、海賊。やっぱ海賊なんだ。あいつらは、先週俺たちを盗んだ海賊を盗みやがった。まあ、泥棒が泥棒をされたって感じか。彼女はあなたの会いに来なかった？知り合いか。彼女はいいやつだ。マーブルクリフでクライミング中に出会ったんだ。美味しい植物を見せてくれてさ。彼女は昨日ここに来て、町長の宮殿に入る方法を聞いてきた。はあ。ああ、そういえば町長がって言ってた。前町長がね。マーブルクリフを登ると大きな島の像がある。遺跡があるんだ。そちらを南東に行くと岩から生えた木が4本ある。真ん中の木には隠しトンネルがあっての円を描くように3回ノックすればトンネルが開き宮殿に行けると。忍び込んでもいいが、お宝は全部持っていかないでくれよ。俺たちもたまに空き巣に入りたいからな。あー、また新しい名前出てきたね。これはマップで見ると左の山あたりかな。じゃあ次回はお城の侵入をしていこうかなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。